ペスジ、カン、ハイヒデトモ、ハン、1994年10月10日帯は、韓国の女優、歌手、タレント。2017年に解散した、ガールズグループミス A の元メンバー。マネジメントサプ所属。国民の初恋の代名詞を持つ。清楚なイメージから、CM クイーンとしても名を馳せ、2013年には、CM 契約だけで22本。 推定100億ウォンに達していると話題になった。ファッションアイコンとしても注目され、ブランドのアンバサダーやファッション雑誌の表紙を務めることが多い。ファッションブランド、ディオールや化粧品、ブランド、ランコムのアンバサダーを務めている。1994年10月10日、公衆直轄式宅に生まれる。テコンドーの師範である父親のもと、厳格な家庭で育てられた。 自身もテコンドー2段の段位を持つ。小学校4学年の時、女性歌手のボアに影響を受けて、歌とダンスが好きになり、芸能人になることを夢見るようになった。中学生の時には、ダンスチームに所属し、厳しいレッスンを受けていた。2009年、中学3年生の頃に、ネットのオーディション番組、 スーパースター系の公衆予選に参加したところ JYP エンターテインメントの関係者にスカウトを受けた。後にオーディションを受けて合格し練習生となった。入所した当初は週末ごとに公衆からソウルまで通ってレッスンを受けていた。2012年2010年7月1日1年あまりの練習生生活を経て16歳の時に4人 組ガールズグループミスへのメンバーとしてデビュー。デビュー曲である、バッドガールクッドガール。2010年10月から、シャイニーのおにゅみの、ティアラのジオンと共に MBC、ショー。音楽中心の司会者を務め、個人での芸能活動を開始。2011年1月から、KBS のドラマ、ドリームハイにヒロイン役で出演し、女優デビューを果たした。 本作は最高視聴率20%を記録して反響を呼び、また自身が歌った挿入歌も人気を得た。同年に本楽曲で KBS 演技対象女性新人賞を受賞した。同年10月、賞。音楽中心を降板し、翌月から KBS のバラエティ番組青春腐敗ににレギュラー出演。2012年3月。 映画、建築学外論のヒロイン役での演技が評判となり、その愛らしさから国民の初恋と呼ばれるようになった。2013年2月7日、ソウル公園芸術高等学校を卒業。2016年1月、エクソのベクヒョンとデュエット曲、ドリームを発表し、所属事務所の垣根を越えたコラボレーションが実現。2017年1月24日、ソロアルバム、 イエスノーをリリースし、ソロデビューを果たす。同年、ファンタジーサスペンスドラマ、あなたが眠っている間にデイジョンソクと共に主演を、務め、SBS 演技大賞で、女性最優秀演技賞、ベストカップル賞を受賞。2017年12月27日、ミス映画解散。ソロとして、JYP エンターテインメントととの契約を、更新するも、 二年後の2019年3月31日に同事務所を退所。翌月に俳優に軸を置いた事務所であるマネジメントサプへ移籍した。2018年9月、ランコムのアジアのミューズに日本の戸田エリカや中国の周東浦と共に選ばれ、グローバルキャンペーンに参加する。2019年のドラマバガボンドでは国家機密のエージェントコヘリを演じ果敢なアクションにも挑戦した。 2020年、ドラマ、スタートアップ、夢の扉で、スティーブ・ジョブズを目指し企業する、主人公を演じる。同作はネットフリックスで世界に同時配信され、海外からも高い注目を集める。デビュー以来寄付活動を続けており、2014年に起きた、セウォールゴ沈没事故では、被害者のために5000万ウォンを寄付した。2015年には高額寄付者の集まりである。 オーナーソサイティの会員となる。2016年から地元である公衆帰宅の低所得層支援、呼び水助け合い会員にも登録。臓器寄贈団体を通して難病や小児がん患者など治療費の支援を続けている。2017年には経済的に厳しい故郷の中学生のために全羅南道法上の中学校生福祉園1000万ウォンを寄付した。 2020年8月には、集中豪雨の被災者のため希望ブリッジ全国災害救援協会を通して1億ウォンを寄付。さらに新型コロナウイルスと関連し、低所特創支援のために、国際救護開発エネルギーをグッドネイバーズを通して1億ウォンを寄付した。多くが寄付した団体や行政が公表したもので、事務所を通さず個人で続けている。ありがとうございます。